うつ病になったのが自分の中で挫折でしたね。はい、50丸です。50丸、人前に出る、人前で話す、分かりやすくプレゼンする、伝える力っていう経験が全然他の人と違うんですね。どうもこんにちは、新代理メンバーの鈴です。本日は KOSFC2 年生の龍樹佐藤さんに来ていただいて面接動画撮っていきたいと思います。面接官は坂西さんです。はい、坂西です、よろしくお願いします。ということで龍樹さん、ちょっと軽く自己紹介お願いしてもいいですか。はい、 What's up guys、 皆さんこんにちは、龍樹です。今日はですね、はい、ということで旬ダイアリーさんの動画にお邪魔しております。皆さんよろしく。イエーイ。はい、ということで、慶応義塾大学総合政策学部に現在在学中でして、世界の龍樹佐藤としてやらせていただいております。龍樹佐藤です、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。では最初にですね、ざっくり1分ぐらいで自己紹介お願いします。はい、はい、底辺からでも這い上がれる、それを体現してるのが僕の人生かなと思います。というのも、私慶応義塾大学に入るために偏差値を、40近く上げてビリギャルのような這い上がり劇を見せたっていうところが、まあ、一つ自分の中であります。高校時代偏差値が30だったところから、約、まあ、1年ないぐらいの勉強量で慶応義塾大学総合政策学部に現役一般で合格いたしまして、で、まあ、そこから大学のミスターコンに出させていただき、東京ガールズコレクションに出場させていただく、まあ、そんな、まあ、そういったことが僕の直近の経歴でございます。なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあ学生時代力を入れたことをぜひお伺いしたくて、はい、そこから学んだこと、はい、ぜひ教えてください。ありがとうございます。自分が学生時代最も頑張ったことは、まあ、大学のミスター活動なんですけれども、そのミスター活動の中で一つ SNS 審査っていう一つの審査があるんです。はい、でそれどういったものかと言いますと、ミクチャというライブ配信アプリで、まあ、ポイント対決をするってものなんですけども、それで日本一になりました。おすごい。国内の大会で優勝をいただきまして、その優勝得点で東京ガールズコレクションに出させていただいたんですね。でそれが自分が最も力を入れて頑張ったことで、最終日は12時間配信をする、長時間誰よりも配信をしました。そこから学んだこととしては、継続の大切さです、うん、本当にこれありきたりな表現かもしれないんですけれども、やっぱり毎日頑張っていないと見てくれないんですよね。はい、でそれだけではなくて、そこで見に来てくれた人たちに対して他の人の5倍から10倍恩返しをする、そんな気持ちでコメントを返す、そういったことを自分は誰よりも徹底しました。継続に関してなんですけど、はい、なぜそのことを続けられたのかっていう、はい、その人生のモチベーションの源の部分を教えてください。自分自身ものすごく自分に自信がなかった、そんな感じじゃないですけど、高校生の初めの方とかですね、あの自分に自信がなかったんですけれども、自分と同じような過去の経験をした人は絶対にいるはず、はい、だからこそ過去の自分のような人間が前を向くきっかけになるようなアイコニックな存在になりたいって思ったのが自分の中で一番の動機です。なるほど、はい、次にじゃあミクチャで日本一を取る上において、はい、どういうふうなことを心がけたかっていうマーケティング的な視点ちょっと聞いてもいいですか。はい、他のファイナリストの人たちが何時間配信をして、はい、そのうち何時間の配信でどのぐらいどういった投げ方をしていただいてるのかっていうところを見ました。実際じゃあ自分もじゃあ何時間1時間2時間見たわけですね。見ました、リサーチをしました。リサーチをした上でそこで気づいたことがあって、あんまり投げてる人が多くなかったんです。ああ数が、あじゃあ1人が大きなキノコだし、そうなんですよ。ほうほう、そこに僕は注目して、ほうほうってなると、おそらく心理的に自分以外で多額の金額を投げてる人がいる状態だと投げる必要がないなって思うじゃないですか。はいはい、そこに僕は着目して、はい、逆にお金がそこまでないけど時間は割いてくれる中高生の人たちに刺さるような配信をしたんですよ。おお、なるほど、逆割りでね。なるほどなるほど。なので自分の配信のコンセプトは一人の10歩ではなく10人で1歩歩いている。なるほどなるほど。このマスを広げていけば最終的に長期的に見たら後半戦強いんじゃないか。おーなるほどね。なんでかっていうと、一、ね、人にアディクトしている状態だとお財布がやっぱり超えて、そうですね、そうですね、枯渇してしまうので、はい、最後の方にもうちゃんと永続的に息が続くような枠にしたいと。なるほど。思ったのでそこに着目して、配信者だけではなくて見てくださってる方同士のつながりができるような配信を心がけました。なるほど。なので一番意識したこととしては矢印を増やす。あ、配信者がファンの 人に対して一方的にこう話しかけるような配信ってこれはダメなんですよ。そうではなくて、まずここがインタラクティブでなくてはいけない。
矢印が両方なくてはいけない。それにプラスアルファしてファンの人たち同士のこの横の矢印を作り出すことができれば絶対に負けないだろうと思ったんですよね。なのでそれを実践した結果フォロワーが60人から最終的に700人に増えました。なそういったことが自分の中でマーケティング的に頑張ったです。すごい。今の話聞いてるとなんか成功してるなっていうふうに思って逆にこれまでで最大の失敗挫折困難があれば教えてください。自分の中では、高校生の時にうつ病になったことが自分の中で挫折でしたね、はい、やっぱりこう受験生活をする上で僕最初もめちゃくちゃものすごく目標高く設定しがちなんです。あ、なるほどなるほど、はい、ってなると自分の理想の自分と現在の自分のこの乖離が大きすぎてやるみたいな、はいはいはい、これが僕のうつ病の原因だったんです。社会皆さんそんな感じですね。そうですね、はい、でそんなことがありまして、うつ病になってしまって学校にも行けないで高校生なのにあと2日休んだら高校も留年という、欠席日数66日っていう大記録を成し遂げてしまったんですけれども、そういったことが自分の中で挫折としてあります。なるほど。その挫折失敗から学んだこととか今に生きてることって何かありますか？とにかく自分の中で心の換気を定期的にすることです。なるほどなるほど、心の換気。はい、僕散歩好きになったんですよ。はいはい、もともとはそうじゃなかった。もともとそんなに行かなかったんですけど、はい、ものすごく散歩が好きになってしまって、はいはいはい、それだけじゃなくて自分の中で合格点をちょっと低くしてあげようと、なんかそれが自分がそこから学んだことかなって思います。自分をパーフェクトに保つために学んだことです。あ、ありがとうございます。今までの話ちょっとかぶっちゃうかもしれないんですけど、はい、自分の強みと自分の弱み教えてください。自分の強みはですね、僕はいい意味で人を巻き込む力があります。おそらくこれを見てくれてる人も思うかもしれないんですけど、僕変人なんですよ、はい、でいい意味で人を巻き込んで大きな課題に対しても他の人と一緒に成し遂げていくっていうことが自分としてはものすごく好きなので、うん、その自分の強みが生かされた経験の一つとしてミクシャの団体戦があります。僕一人で勝ったんじゃないんですよね。僕はチーム内で実は、途中まで1位だったんですけど最終的に抜かれてしまって僕チーム内で2位だったんですよ。チーム何人ぐらい？5人だったんですけど、ね、そのうち配信をちゃんとやっていたのは3人で、3人で、青山学院大学のミスター6人分のポイントを僕たちが3人で稼ぐ。なるほどなるほど、面白い。そんな戦いがありまして、その時に僕はとにかく声かけをしてました。一発かまそう、絶対かと。なるほどなるほど、そんな感じでチームを鼓舞していました。いいですね。次自分の弱みなんですけれども、はい、自分の弱みとしては人に弱音を吐けないですよね。自分が頑張ってる姿をあんまり見せたくないっていうのが自分の中で美学としてあったんですよ。はい、頑張ってない風だけどテストで点数むちゃくちゃ高いとかかっこいいじゃないですかが好きだったんで努力を見せなかったんですよ。でもそうなるとおのずと頑張ってるとか辛いとかそういう弱音を人に吐くことができないなっていうのが自分の弱みとしてあるなと思ったので、最近はインスタグラムのリールにて頑張ってる様子を上げておりますのでぜひご覧ください。よろしくお願いします。概要欄にあります。ありがとうございます。じゃちなみに今後の話、リュウキさんが今後成し遂げたいこととか取り組んでいきたいことを、はい、将来のビジョンを教えてください。自分と同じような経験をした人が少しでも前を向くきっかけになりたいと思ってます。正直、形にはこだわってないんですけれども、はい、一旦は SNS のインフルエンサーになりたいと思っております。ほうほうほう。自分の SNS を主軸に動いていきたいと思ってるんですけれども、そこから先はあまり考えてないなっていうのが正直なところです。ちなみに SNS インフルエンサー数字で言うとざっくりどんな感じですかね。自分の、ビジョンとしてはまずは YouTube で1万人を達成した後に、ほうほうほう、そこから1万人から10万人に向けて頑張るのが、直近の自分の中でも理想的な目標なので。なるほど。コツコツ地道に頑張っていこうと。 YouTube をとにかく頑張りたいんですね。そうですね。一旦今 YouTube 動かしてないんですけど、Instagram と TikTok で今ショート動画を毎日投稿していまして。ははは、毎日投稿します昨日とか1日で動画5本上げたりとかしたんです。5本上げた。はい、でそのうち今1本が10万再生近く回っていて、ここから頑張っていくっていう状況なので、そこからショート動画から入って、徐々に横動画の方にスケールしていこうと。なるほどなるほどなるほど。じゃあ以上で面接終わりなんですけど、何か最後に一言や質問、何でもコメントあれば何でもどうぞ。人はなりたい姿になれる、これを体現していきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。はい、ということで面接お疲れ様でした。お疲れ様でした。手応えどうですか？いや、もう手応えゼロです。ゼロなんだ。ゼロです。あの勢いでゼロなんだ。就活のしの字もありません。
じゃあまあ聞いてみますか、みなみさんに。はい。じゃあみなみさん、結果発表お願いします。はい。辛口で有名な世界一が正直に採点します。はい。ドクン、ドクン。50丸です。50丸ありがとうございます。世界の龍騎さんとまたやっちゃいました。ごめんなさい、はい、ありがとうございます。じゃあ、まあ、良かったところと、あと改善点、フィードバックお願いします。お願いします。あの、クオリティ高いです、めちゃくちゃ。あ、ありがとうございます。はい、まあ、真面目な理由で言うと、あの、場数を踏んでるんですよ。でそのライブ配信もたくさんしているということで、はい、人前に出る、人前で話す、分かりやすくプレゼンする、伝える力っていう経験が全然他の人と違うんですよ。なんでもう抜群ですよね、そこは。と、もう一個真面目じゃない理由としましては、まあ、いい意味でネジが飛んでるので面白いんですよね。だから聞いててワクワクしたし、すごい説得力もあるし、あの、信頼できるなと思いましたので、50万ありがとうございます。具体的に良かったところとかってありますか？たくさんあります。はい、はい、じゃあお願いします。ですね、経験を積んでいることが話の節々から伝わってきたんですね。で、よくあるのは成果だけ出して俺すごいっしょ終わりとかめちゃくちゃ多いんですけど、龍騎さんの場合はその成果を出す過程とか努力とか裏にある挫折失敗とかもちゃんと全部あるんですよ。全部ちゃんと努力をしてるので説得力がある。だから嘘くさくないっていうのがかなり大きいです。なんか数字的な成果も出しているので、例えばミクチャで日本一っていうもう分かりやすい成果、この権威性があるので、この権威性がある上で話をするとスッと入ってくるんですよね。っていうのか、なんか完璧で自信満々なかと思いきや、実は自分に自信がなかったんですみたいな意外性の話とかがあったんで、だからこっち聞いても面白いんですよ。あの、そういうの学生隠す人結構多くて、はい、だからその成功談しか言わないみたいな、そういう意味ではちゃんと自分のダメなところをちゃんとさらけ出してくれたので、めちゃくちゃいいなと思いました。で、あの、マーケティングの話もですね、マーケティングってめちゃめちゃ大変だし正解もないし心折れるんですよ。なんで辞めちゃう人が多いんですよ、基本的には。だけど龍騎さんの場合は辞めずに、その他の成功者のライブ配信見に行って研究したりとか、視聴者同士をつなげることとかの意識とかっていうのもちゃんとその勉強されてるので、その努力をする姿勢っていうのは素晴らしいと思いました。あとは話す順番なんですけど、結構一人一人一人っていう話が結構多かったんで、もっと早くから頭の方に人を巻き込む力とか、人を巻き込んで成果を残してって話をもっと最初に持ってくるべきで、じゃないと自分すごい自分すごいってなっちゃうんですよ。そうじゃなくて、チームとして自分が全体を底上げできる人なんですよってのを言った方がこっちとしてはいいねってなるので、まあ、順番の話ですね、これは。ありがとうございます。はい、他のね、改善点は、まあ、ほぼない。最初にちょっと下向いちゃってたなっていうのは若干あったけど、緊張しちゃったんですよ。ごめんなさい。あの、動画見返したらもう分かるんですけど、緊張しちゃったんですよ。そこは意外だったんで、はい、あの、下向かない方がいいです。はい、分かりました。ということで、本日出演してくれた世界西さんと龍騎くんの SNS は概要欄に貼ってあるので、そちらからぜひ見てみてください。はい、龍騎さんの YouTube 登録してください。かっこいい顔してさすがに、ね、フォローしてくれないのかなと。まあ、今一旦ショート動画を、インスタグラムと TikTok、YouTube ショーツの方で上げさせていただいていて、まあ、近いうちに YouTube また動かそうと思っているので、ぜひ概要欄からチャンネル登録、高評価、そして僕に愛情を届けてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。そして私にも愛情をください。